かいまき。明治末期現代のかいまきかいまき。江戸と京藩の文化比較をした北川紀総長、類似金星風俗氏、元名森定万光より。かいまきは、京藩にはなく、江戸で赤ん坊のことを、年猫ということから、年猫番店とも呼ばれる、とある。かいまきとは、袖のついた着物状の寝具、防寒着のこと。開巻とは、袖のついた寝具のことで、 綿入れ番天の一種である。貝巻きは長着を大番にしたような形状で首から肩を覆うことによって保温性に富む。掛け布団のように掛けて用いるほか寒さの厳しい東北地方などでは帯を用いて使用されてきた。多くは冬の時期に使われていたが子供に対しては寝冷え防止のため通年で使う場合もあった。問題点としては帯を用いた場合に寝返りを打ちにくく、 暑くても、布団のように払えないため、寝苦しくて起きた場合に帯を外してしか脱げないことが挙げられる。飼い巻きは主に室内で使用され、戸外に着ていくことはない。綿入れのほか、同じ形状をした飼い巻き毛布もある。現在では使用する過程が少なくなってきている。長野県なぎ町の特産品、なぎそ猫は、年ね猫ね番店の一種で、綿入れ状のものだが、見た目は、 袖なしのちゃんちゃん子に近く薄毛で軽い。同種に一だ猫もある。猫をきた猫。ありがとうございます。